なんだろう。こういうね、撮り方普段しないからちょっとなんか緊張するね、うん。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。旦那のひがちゃんです。嫁のとこちゃんです。今回こうやって今、動画回してるのが、最近ファンの方々からよく聞かれる質問がありまして、その質問に対してお答えしたいっていうのと、まあ、大道芸人である我々がなんでこういう旅動画を上げ始めたのかっていう、それについても合わせて説明したいなと思って、年末企画ということで、はい、やっていこうと思います。お願いします。お願いします。まあ、まずはなんでこの旅動画を始めたかっていうと、コロナ禍今最近明けて日常生活戻ってきてますけど、うん、コロナ前と比べてちょっとなんか時代が変わってるような感じを感じてまして、我々夫婦は、なのでコロナ禍前にはもう戻らない、そういうふうに思ってます。コロナ禍前と大きく違うのが、祭りの出演者の中に登録者何万人のインフルエンサーみたいな人が出演者のリストに名前を連ねるようになってて、あったあった。そうそう。なので、まあ、今後は祭りとかイベントのライバルとして新たにインフルエンサーっていう方々がいるという。で、まあ、発信力がすごいので、まあ、今まで通りに祭りとかイベントとかそういうとこをやっていきますみたいな、我々の仕事はだいぶ圧迫されるんじゃないかなと思ってるところです。もう一つ思ってるのが、近い将来依頼主様が出演者をリストアップするときに SNS のフォロワー数で力量を判断するような、そういう時代が来るんじゃないかなっていうのも思ってます。うん、それは来ると思うね。だから自分もさ、見ちゃうもん。あ、この方フォロワー何人かなみたいな。うん、ちょっと見ちゃう自分もいる。ただ分かる、気持ちは分かる。ってした時に、まあ、今はなんかまだちょっとコロナ禍からちょっと日常戻ってきました、やったーみたいな雰囲気ですけど、まあ、多分だんだんあれ、コロナ禍前と違うぞっていう、そういう空気感になると思ってて、イベント業界の中ではそういうのが表に現れきってない今のうちから、新しくそのインフルエンサー的なことにも手を伸ばす必要があるかなっていうふうに思ったのが、まあ、この旅動画を始めたきっかけです。はい。まあ、インフルエンサーとしての力をこれからじゃあ蓄えていこうと思った時に、単純にパフォーマーとしてフォロワー様を増やすっていうのは限界があると思ってて、個人的にはパフォーマーとかをフォローしようっていう、そういうパイの大きさって結構限られてると思ってて、だ結構その全国トップクラスのパフォーマーさんでもフォロワー数3000から5000とか、そんなレベルってした時に何万人っていう単位がいないと、ちょっとインフルエンサーとしては弱いのかなって、ちょっと思ってます。勝てる自信がない。でした時に、パフォーマーからじゃなくて、パイの大きなジャンルのところから自分たちのことを知ってもらうっていう、そういうやり方も一つの、まあ、道かなっていうふうにちょっと思ってて、まあ、そう考えた時に、まあ、何をしようかなってだいぶ2人で話し合ったんですけど、自分たちはもともと旅が趣味で、で旅するために普段から生活費を切り詰めてるっていうタイプの人なんですよ、うん、住んでる部屋も夫婦2人で 2K の部屋に住んでて、喧嘩しても離れられないという、うん、絶対相手の姿が目に入るっていうあの気まずい時間幸いなことに我々価値観似てるんで、喧嘩することほとんどないんですけど、まあでもやっぱそのぐらい狭いところに住んでるっていう、まあそのぐらいやっぱお金を切り詰めて生活してるっていうぐらい旅が好きです。まあ好きなことをやっぱりやっていくのが一番、まあ自分たちも楽しいし、まあ、その楽しさを伝えることができるかなっていう、まあ何のエンターテインメントもやっぱそうなんですけど、まず自分が楽しまないと人を楽しませることはできない、まあ、これはもう真理だと思ってて、まあ、そう思った時に自分たちが好きなこと、楽しいこと、まあ我々にとっての快適っていうのを旅動画を通じてお伝えすることができたらなっていうふうに思っているとこです。まあそんな感じで旅動画を始めたきっかけはそれが理由です。はい、はい。まあ私は芸歴17年になるんですけど、デビューしたばっかの頃って結構どの祭りにも、まあ、田舎の祭りとかだと演歌歌手っていうジャンルの方が必ずそのまあ大物からまあローカルの方まで含めて絶対いらっしゃったんですけど、最近あんま祭り見かけないんですよね。確かに。そういう風に昔はあんなに当たり前にいたものがたった10年でいなくなるっていう、そういうのを見てきました。じゃあ次はパフォーマーなんじゃないかなってちょっと思ってます。このまま何も考えずにやってると、まあ危機感をすごく今感じてます。そもそもイベントの数自体も減ってるし、なんかなんとなく今イベント復活しましたみたいな感じになってるんですけど、雰囲気的には。ただ戻ってるのは大きな祭りばっかりで、中小のイベント、例えば企業さん向けのパーティーとか感謝祭とか、ああいう
イベントは全然まだ戻ってきてないです。なのでまあ間違いなく時代は変わりつつあるなっていう、その中でも引き続きパフォーマーとして活動するためにはやっぱ新しい切り口の活動をやることが大事だと、そういうふうに思ってます。はい、なんか補足することあります？ないです。だって喋るのが上手いんだもん、うん、もうバカは余計なこと喋んな方がいいかなと思ってそう言わんと続きましてよくある質問質問コーナー、はい、イエーイ。いやイエーイって感じじゃないけどあのこの旅動画始めてから、まあ、一番多い質問なんですけど、あだいぶ結構お金に余裕があるんですねっていう質問をよくもらいます。これ結構聞かれます。ただその質問に対する回答は待つ、全くお金ないです今。あるわけないです、うん、だってまだ出演以来まだ 50% ぐらいしか戻ってきてないので全然ないです。だけどあのまあ先ほどお話しした通りやっぱ時代が変わっていく中で、まあ、自分たちなりに先手を打って動かなくちゃいけない、まあ、これは多分何の事業でもそうだと思うんですけど、まず事業計画立てて、まあ、どういうことをすべきかっていうのをしっかり検討した上で最初に資金を投入して、あとは結果がちゃんと出るように一生懸命頑張る。でその成功するかしないかは、まあ、その人の実力とか運とかさまざまな要素、あとはその事業環境とかいろんなものが複合的に絡み合って、まあ、成功したり失敗したりするんですけど、あくまでも先行投資ということで旅してます。お金があるから旅をしているのではなく、楽しい動画をお届けするためになるべくいっぱい旅をしているという状態です。だけど、まあ、この旅動画を通じて自分たちのパフォーマンス活動を知っていただくきっかけになったりすれば、それはまあとてもいいことですし、なんとかまあチャンネル登録者が増えて、でそこでね収益が発生するように、もしなればその旅とかもよりバリエーションを増やしていけるかなっていうふうにも思ってるので、まあ、今あの踏ん張り時です。それでは質問2つ目、ででん。ちょっと何これ何これあのギャルペース全然ギャルじゃないだろうお前質問2つ目、はいはい、ででん、どうぞ。ズバリスポンサーがつってででん、ズバリなかったことにすんなカットしてくれるかなってしないし、ズバリスポンサーはついているんでしょ。いいえ、ついてません。まあ、スポンサー側から見たら、ちゃんとこいつにあのお金を払って価値があるなっていうふうに思ってもらってからだと思うんで、今の段階ではとてもじゃないけど、そんなスポンサーつくとかはまあ、ありえない状態ですね。まあ、もっと言うと、あの、スポンサーをつけると、まあ、一長一短で、まあ、やっぱりそのスポンサーさんの意向に沿って動く必要が出てくるので、そうするとやっぱりこう、旅の自由度というか、そういうのが減ってしまうと、まあ、なんかちょっと本末転倒な気もするので、なのでスポンサーをつけるために営業を回ったりとか、そういうことは現状考えてないです。はい、はい、本音の旅がしたいしね。そうやね、うん、よく天然のコメントしてるんですけど、あれあのやらせとかじゃなくてガチなんですよ。この動画上げるついでにちょっとあのね悩みなんですけど、ガチで変なこと言うんですよ、天然のコメント。それ悩みなの？悩み、大変だね。であの本来ツッコミ得意じゃないんですよ、本来ボケたい人なんですけど、こっちがボケるんで自分もボケると収拾つかなくなるっていう。だってボケてるつもりないもん。うん、だから厄介なんだよね年明けにはあの広島編が上がるんですけど、ちょっと広島編の中でちょっと個人的に試してたことがあって、ボケてみようってボケたんですよ。全然拾ってくんないんですよ。いや急にさ、急にボケるからさ、ボケってもうなくてさ違う、あそうなんだみたいな、あのうわすげーみたいな、あのボケる時にボケるよボケるよってボケないからあのひがちゃんの場合やっぱ説得力がある、うん、だからボケと思わないそうなんだみたいな、うん、面白いって感じになっちゃう、うん、はい、慣れないツッコミをちょっと、はい、頑張ろうと思います。私これを機にツッコミ上手くなるかもしれない。ソロパフォーマーだから関係ないもんツッコミコンビとかでやってんならさ、ツッコミの腕磨けばさ役に立つけど、うん、ソロパフォーマー基本的に自分でボケて自分で回収するからだから、うん、このままでいいかな私。うん、そうだね、うん、ありがとう。うん、あのもう諦めましたまああのそんなこんなで、その新しいことに挑戦してた2023年ももう終わるんですけど、ちょっと来年はちょっといろいろ攻めに打って出ようかなと思ってます。まあ、パフォーマーとしては来年の、年明け2024年の2月17日に宮崎県宮崎市の市民文化ホールで私、ジャグラーヒガチューの単独ライブをやります。まあそういう、まあ、挑戦もしつつ、まあ、動画の方も、まあ、年明け一発目から、広島編ということで、この12月に撮った動画を編集してそれをアップしていこうと思います。
うん、我々夫婦引き続き仲良く楽しくやっていこうと思ってます。はい、はい、なんか言いたことあります？ないんかい。ないんかい。これからしっかり者になれるように頑張っていきます。めっちゃプライベートな目標や。というわけで来年も楽しい動画をアップしていけるように頑張りますので、引き続き応援の方どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。良いお年を。大道芸人カップル快適更新中。